勇者の実家。はい、おかえりなさい。どうも、勇者の実家です。マザーレッカがお送りをします。皆さん、おかえりなさい。ちょっと12月すごくないですか？忙しさちょっと加速してませんか？なんか1年の中でも12月ってなんでこんなにやることが詰まっちゃうんだろうって思うんですけど、多分普通に生きてて普通に生きてるだけでもやることっていっぱいあるのに、12月だからこそこれもあれもやっとこうみたいな世の中のこの風潮、ただでさえですよ、日本人ね、年の終わりにこう締め切り持ってくる、もともと種族というか、風習あると思うので、そりゃありますよね。納会とか忘年会とか、いろんなものがこう終わりを迎えて1月にこう新しいものを迎えるからこそ12月にいろいろやることがあるのに、さらにクリスマスとかこう外来種も入ってきちゃってるもんだから、もうパニックですよね、12月はね。もうパニックですよ。私はもう12月になるちょい前ぐらいからずっとパニックが続いているんですけど、もう毎日、いろんなものがつながっているので、いろいろ取りこぼしもあるかなと思いつつ、もうここは前向きに元気に生きていくしかないなというのが12月なんですけど、クリスマスってね、今ちょっと話が出たのでちょっと先に言っちゃうと、今日の話は別の話なんですけど、最初にクリスマスの話をしちゃうと、私はもともとクリスマスすごい好きで、特にどう過ごすのが好きかというと、友達とわちゃわちゃ、楽しくクラブに行ったりとか、音楽聴いたりして過ごすのが好きな時期なんですけど、なのでクリスマスはあえてなんかクラブのイベントに行ったりとか、昔はねライブ行ったりとかっていうのが大好き で結構レゲエでも、例えばなんかクリスマスソングをレゲエのアーティストがバージョン変えて、もう歌詞も勝手に変えちゃって歌ってるアルバムとかあったりするんですよ。イエローマンとかでレゲなんか We wish you a reggae Christmas とか言ってレゲークリスマスとかにしちゃうとかね、すごい面白い曲がたくさんあったり、でもなんかほんわかするみたいな、多分雪降ってないけどあったかいみたいな感じになる曲がいっぱいあったりするので、なんかそういう替え歌ソングもめっちゃいいなみたいな時期で、普段だったら大好きな時期なんですけど、ちょっとですね、私ね、実は去年からクリスマスがね、非常にしんどくなっちゃったんですよ。これにはもう明確な理由があって、おととしのクリスマスまではね、多分もう何年も、柳さんと一緒に、まあその当日じゃなくてもクリスマスだねってことで、一緒にうちでご飯食べるっていう会を開いてたんですよ。もう超超こじんまりです。うちの子供と私と柳さん来てくれて、クリスマスプレゼントをもう用意してくださるんですよ。それを一緒に、喜びながら、いや今年も終わるねみたいな感じでやってたので、ちょっとですね、去年からクリスマスが非常にしんどいです。私はもう12月に入る頃からしんどくて、12月1日に私今年確実に目撃しちゃったんですけど、11月までその感じが出てなかったのが、12月1日になった途端イルミネーション全部点灯したんですよ、街に。でわーってなって綺麗だねってなるんですけど、なんかね、いたたたたみたいな、私の場合、今の去年からの私の場合、あ、いたたた、来ちまったよこの時期がって、なんかその喪失とその不在をこんなに強く感じさせられる時期っていうのがですね、1年の中でもクリスマスが一番強いかなっていうことを去年からひどく感じてしまったので、ちょっとね、辛いですね。なので普段は私クリスマスはもうわちゃわちゃ友達と遊び行ったりとか、なんなら子供連れてどっかのイベント行ってワイワイとかしたいぐらいなんですけど、もうちょっととてもそれをできる元気がなくて、もうね、実は早く終わってくれって思ってます、この時期。子供にはそれは言えないので、ラジオでは言えるけど、子供ラジオ聞いてないんで、子供には言えないから、プレゼントとかね、もちろん何がいいかね、みたいな、もう気持ちは、心は私自分がサンタクロース化するような心でね、何がいいかねっていうのを、おうって言って聞いてるんですけど、ちょっとね、この時期は早く過ぎて終わってほしいなって正直思ってます。早くもうね、お正月になってほしいです。っていうぐらい、ちょっとそんなことを感じながらのクリスマスもあったなーって、いつか思えるのかなーって思いながら2023年の今は過ごしてます。
ね、なので、いつかはねちょっとクリスマス、イベントとかを自分でもむしろ開いてみたいぐらいクリスマス大好きなんです。もともと大好きなんですけど、かいや去年今年はちょっと辛いですね。あ、普段はねクリスマス映画とかも見ちゃうぐらいなの。クリスマス映画とかクリスマスドラマとかネットフリックスで特集してるぐらいだからね、もうポチ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 それを見たいぐらいなの。ちょっと今見れないですね。というわけでそんな私からですね、全然今日は関係ない話をしたいと思います。私が今日ね話そうかなと思っていたのは、面白い研究があるんですよ。結構前の研究なので知ったのが最近なんですけど、とあるドラマを見てたら、そのドラマの中でちょっと一言そういうセリフがあって、何そんな研究あるのと思って調べてみたら本当にあったんですけど、もうね10年前の研究、2013年みたい、カナダのウィルフリッド・ローリエ大学の方で、まとめられた研究です。権力者は傲慢になるということは脳の仕組みが原因なんだということがね、カナダの研究で明らかになったそうです。知らなかった。私もっと早く知りたかった。どういうことか。研究されているのはですね、仕事で例えばね、昇進をしたり、偉くなった途端に人が変わったようになって、例えばそれまで同僚だった人のことを忘れたり、同僚を忘れちゃう。やばいですね。いじめたりするようになる。わあ、もう人として最低ですね。そんな現象が多々あちこちで見られるそうなんですが、そんな現象というのは実は人の脳みそが持っているメカニズムに起因するメカニズムが原因でそういうことが起こっている可能性があるよというのが、このカナダの研究結果で明らかになっているそうなんですよ。その研究によるとですよ、人が自分の権力を認識してしまうと、私には権力があるんだわってことを知ってしまうと、脳の仕組みが働いて他人に対する思いやりを失ったり、他人の立場に立ってその人の立場に立って考えることができなくなったりするということが明らかになったそうです。キャー怖いみたいな、キャー怖いけどすっごいわかるのが、例えばですよ、今年ね2023年いわゆるスピリチュアル的には2023年って多分火の時代が終わって風の時代が始まる、なんかこう物質主義から精神主義本質主義みたいなところに移り変わる最初の年だみたいなことが言われる年らしいですけど、そのスピリチュアルを信じない人から見てみても2023年ってめちゃくちゃいろんなことが起きてしまっている。しかもこれまで隠れていた、負の部分とか、みんなのこの同調圧力の中で隠されてきた大きな組織の悪い部分っていうのが軒並み表出して明らかに表に出てきてしまっている時期かなと思うんですけれども、例えばすごく大きな会社の中で、組織的に隠蔽されてきたけれども、こんな悪い問題があったっぽいよっていうのがもう一つじゃなくて複数ガッツンガッツン出てきてしまっている時期かなと思うんですけど、それを見ててもそれって元を正せば、その組織の中で上位とかその組織の中で一番偉い、もしくは、上の方の人たちと言われる人たちが、なんとなくその組織の中で許される中で悪いことをバンバンこう続けてきてしまった結果、非常に苦しんできた被害を受けた人たちがたくさんいて、でもそれっていけないことだよねって言ってくれた人が出始めて、で結果その組織の在り方とかその組織自身を変えなきゃいけないじゃないですかということがあちこちで今年は明らかになってきている時かなと思うんですけど、その組織だけじゃなくてですよ、例えば私すごい感じるんですけど、私よく車を運転するんですよ。週の中で多分、車運転しない日が半分以下かなという感じなんですけど、すっごい私のこれごめんなさい、個人的な体験なので、そんなことないよって言われる可能性も多々あるんですけど、私のこれは個人的な体験ですが、運転してて例えばすごく狭い、あんまりこう車と車が行き交えない、もうギリギリ行き交えるぐらいかなの道なんですけど、歩行者の方もたくさんいるからちょっとゆっくり走ろうかなって思う道が私の生活圏の中にあるので、そういう道があるんですよ。でもそこ通んないと自分家帰れないのでいつもそこ通るんですけど、非常に私ゆっくり走っちゃって、歩行者の人が通り過ぎるまで一回止まっちゃったりとかもするんですけど、その道を走る時にですね、非常に、
と減速をしないまま歩行者の人がちょっともしかしてぶつかっちゃったら大怪我するんじゃないかっていう風にこっちがドキドキしちゃうぐらいかなりちょっと危険な運転で走り抜けていく車とかがいるんですけど、そういう車がですね、ほぼほぼね、ほぼほぼね、ほぼほぼねって面白い日本語使っちゃう。ほぼほぼめちゃめちゃ私詳しくない私でもわかるぐらいの高級車なんですよ。大きくって、外車で、あれ多分1台何千万とかのやつかなっていう感じの高級車が多いなーっていう印象で、これね、逆じゃないですよ。高級車のほとんどがそういう運転をしているっていうんじゃなくて、そういう運転をしている車の多くが私から見ると高級な車の方が多いなっていう印象なんですけれども、なんでだろうなーって思っちゃうんですが、ちょっとね、そういう時に行き交う時に私もですね、ちょっと車の中の方と目があったりするんですけれども、すごくそのじゃあ例えばお金を持っているとか仕事で成功しているとかっていうことによって、もしかしたらすごくその人は自分が権力を持っていると思っていらっしゃる可能性があるなっていうような表情を少し私は読み取って感じてしまうんですね。これも勝手な私の偏見かもしれません、偏見かもしれないんだけど、そんなことを感じることもありました。で、それだけじゃなくて、普段のこう生きている自分も仕事をしていたりとか自分も生活をしている中で、もしかしたらこの方はこの書籍の中でその方が生きている中で、自分に権力が生じていることを認識しているかもしれないなっていう方がいるとして、例えばそれってあれですよね、学校という組織の中では、じゃあなんとか長っていう名前がつく方もそうだろうし、学校じゃなくてもそうですね、どんな組織でもなんとか長っていうね、課長、部長、社長、会長、いろんな名前があると思うんですけど、その長っていう名前がつく方って権力やっぱある方だと思うので、その立場になっている方ってやっぱりそれを認識している方多いと思うんですよ。でもじゃあ認識した時にどうその人がそれを使ってるか、権力の使い方っていろいろあると思うんですけど、現場とか部下とか、子供とか、頑張ってる人とかを守るために使ってるか、それとも自分が、何でしょう、それを誇示することだけに使っちゃってるか分かんないですけどね、いろんな使い方があると思うので、どっちなんでしょうねっていうのは常にその組織に所属する全ての人がチェックをして、それを、評価する必要性と、その評価する権利があるなと私は思っているので、そのために株主総会とかあると思うんですよね。何の話だっていう話なんですけど、今回株主総会の話をしたいわけじゃなくてですね、面白いのがそのカナダの研究で、これって組織心理学っていう研究らしいんですよ。調べてみるとね、結構深いな、面白いなって思うんですけど、つまりはその上に立つほどに脳の仕組みで他者への思いやりがなくなる、共感する能力がなくなる。もともとね、猿とか人間、もともと実はその共感能力ってあるらしいんですよ。目で見てて、例えばドラマでもいいですけど、ドキュメンタリーでもいいですけど、ニュースでもいいですけど、ニュースで交通事故の現場見たら、うわーって痛い、痛そう、もうなんて大変って思うじゃないですか。それって共感能力なんですよ。もしくはじゃあお猿さんもそう、人間もそう、誰かが、じゃあ小さい赤ちゃんが、子供が高いところにあるものを一生懸命手を伸ばして取ろうとしてる、その姿を見ると自分も取ろうとしてる同じような気持ちになって、頑張れ、もうちょっとで取れるよ、ああ取れた、よかったね、よかったねって思える、それって共感能力なんですよ。この共感能力をどうやら権力者になればなるほど、もしくはその権力を持ってると、その人が勘違いしても、そう、勘違いでもそうなんですよ、その人が自分に権力あると思えば思うほど、その共感能力が失われていくという噂じゃないです、これ研究結果ですそういう研究結果が出ているそうなので、これはちょっと面白いというか、だからこういう世の中に問題がね、政治家がお金儲けしながら自分たちには都合のいい法律を作って、抜け道をたくさん作っておきながら、民にはたくさん重い
何かを貸してっていうのもそうかもしれないし、そうかそうか、権力がある人っていうのは共感能力を失っているのか、なるほどっていうのはすごくよくわかるところなんですけど、なんかね、想像したらいろいろ多分、あの人もそういうことなのかなって思うところがもしかしたら、浮かぶところがあるかもしれないんですけど、でも一方でこれってもう10年前に研究で出されていることで、でそれがあ、こういうことがあるから問題だよねって思ってる人も実は増えているそうで、なんかね、研究機関がその世界のたくさん管理職の方たち、何千人という管理職の方たちを対象に調査をしてみて、一方でその管理職で、共感とか思いやりがある人ほど高い実績を上げているっていうことが分かったっていうような調査もあるんですね。で、管理職の方たちの中で、多分本当にもう超有名な企業の超有名な管理職の方たちの中で、こぞって2010年代後半に、2017年とか2018年、19年とかに、これがあちこちで叫ばれ始めてるらしいんですよ。みんな、管理職のみんな、やべえぞ、共感力ないと俺たち、終わりだぞ、おしまいだぞ、首切られるか会社潰すかのどっちかだぞっていうようなことが、あちこちの大学の例えば入学式の講義とか、会社の入社式の最初の言葉とか、大統領、元大統領、アメリカの元大統領の講演会とかで言われ始めているので、みんな言ってるんですよ。エンパシー、共感力、これが俺たちに一番欠けてるものなんだぜっていうことを言ってくださっているので、これってすごい大事な指摘だったな。で、その指摘がね、うまく働き始めてると信じたいんですけど、多分なんか管理職の方たちも今ね、五分五分まで行ってないと思うんですよ。すっごく意識が高くって、すごくある意味その何でしょう、頭が良くて、本当に常に自分が、努力研鑽を重ねていきたいと真摯に思ってらっしゃる管理職の方たちはアンテナ張って、なるほどなるほどっていうことで、共感力、うん、足りなかったかも、ちょっと取り戻そうって言って、今取り組んでくださってると思うんですけど、そこまでまだ届いてない可能性もあるので、まあちょっとね、わかんないですよ、本当に。ちょっとね、個人的な私の本当に体験の中で、名前は出せないんですけど、ちょっと心配になるところもある、とあるなんとか町の方がいたりもして、本当にこれ名前は出せないです。出せないです。その組織を批判することにもなっちゃうし、その組織の中ではきっと頑張ってらっしゃる方もたくさんいるし、うん、でその組織をでも応援している方もたくさんいるし、でもちょっと私が心配になっちゃうのは、その組織のお金の使い方を見ていて、もしかして、もしかすると、この組織の中でなんとか庁のパワーが非常に強くって、でもしかしてその、なんとか庁の現場に対しての、もしかしたらその認識理解が少し足りていない可能性があって、そうすると現場でこういうところにお金を使わなきゃいけないのに、そこにはお金を使わないで、例えばですけど、なんとか庁をはじめとするいろんなたくさんの偉い人たちのお酒代に、非常にお金が使われていたりとか、わかんないですよ。ちゃんと現場にも使ってるかもしれません。でもわからない、私わからない、その組織の人じゃないから。でも外側から見ていてもちょっと心配になるようなことがちょっと最近あったので、私すごく勝手に外側から心配してますどこのことかわからないでしょ、わからないでいいのよ、わからないでいいんですけど、難しいのはですね、その外側からの人間が いくらそれを心配しても何もそこにその影響を及ぼせないので、そこの変化を起こせるのってその内側の人しかいないと思う。もしくはその組織に、じゃあ実際に支援をしている人たち、ね、それこそ株主の人とか、スポンサーとか、そういう人たちなのかなと思うんですけど、あとファンとかね、ファンの人たちのね、言葉って結構届くんですよ。私、例えばね、私の話で言うと、劣化の、マザ劣化の、いろんなチャンネルにいろんな声が届くのを、私は伝えてます、上に。劣化を扱う会社の上の人とか、劣化を扱う会社で一緒に作ってくれている現場の人たちとかに、私が発見したものは伝えてます。
で、ちなみによく勘違いをされることもあるんですけど、私が全部全てのことを決められる、ものでもないので、例えば、どこでライブするとか、例えばどんな、作品を作ってどう出すとかは、決して私が一人で絶対これやりたいからこれやりますって言って決めれるもんではないので、やっぱりこうこれはチームで決めるんですよ。どういう形がもち一番良いのかっていうのをチームで決めるんですけど、でもその中でもいろんな意見が届いて、私はマザレッカの本人としては来てくれる方、そこに思いを持ってそこで、やっぱり最高の体験をしたいと思って来てくれる方が満足して最もその感動できればしてくれて、ハッピーな気持ちになって元気になって帰ってくれるっていうのがベストなので、そういう制作、そういうライブ、そういうステージ、そういうアルバムができないのであればやるべきじゃないっていうふうに思ってしまうのが私の常なんですけれども、でもその私の気持ちも、組んでくださるスタッフ、チーム、メンバーの皆さんが私の周りには揃ってるなっていうふうに思って、今もやらせていただいてるんですけど、なかなかですね、本当に一つのものを作るっていうのは音楽だけじゃなくて、非常にいろんな人が関わって、非常にそのチーム戦になってくるので、そのコンビニの一つの製品にしても、やっぱり企画する人、作る人、実際にそれを運ぶ人、じゃあそこの現場でそれを売る人とか PR する人とか、もうあちこちでそこに関わる人が、この何でしょうね、円の部分のここしか関わってない状況でいっぱい出てくるので、その円の中でここしか関わってないんだけど、やっぱり全体、みんなが全体像を愛せる状況を作っとかないといけないじゃないですか。じゃあその全体像って誰が把握してんのよとか、全体像って誰が責任持ってんのよっていう話も出てくると思うんですけど、ここでね、権力者がですよ、例えばね、その円を全部把握してないにもかかわらず、その円の全体の半分以上の予算持ってっちゃって、権力者の方たちだけのパーティーでその現場の予算を使っちゃったら、いいもんできるわけないですよねっていう話、はい、何の話で最後終わるんだっていうことなんですけど、こういう世の中にやっぱね、対峙していかなきゃいけないので、もうこっからはね、私たちみんなのこう戦いだと思うんですよね。現場からの突き上げしかないですよ、そこを動かすのは。私も多分生涯このまま行くと現場で暮らすことになるんで、もう楽しくてしょうがないですけど、現場にいるものとしてはね、戦っていくしかないんですよ。戦って奪い取って、常にこう突き返して、そんなんでできるわけねえよっつって言ってくしかないなっていう気持ちでいっぱいですね。はい。でもいいかなって、そういう戦いで私の人生、終わって本望ですっていう気持ちで今私、仕事させてもらえて本当に幸せだなって思うんですけど、まさに柳さんがそういう人だったんで、ああダメだ、柳さんに話戻すのやめとこうね。でも柳さんのその思いを汲んで同じように戦ってくれるスタッフが私の周りに今いてくださってるのは、本当になんて幸せなのかなって思うし、一方で非常に厳しい音楽業界にいる人にとっては、ちょっとやっぱり結果が出ないことによって非常に厳しいところに置かれてしまう環境とか立場とかっていう中で、音楽に対しての情熱をもう失わざるを得ないような状況に追い込まれちゃうようなアーティストさんもきっといると思うので、それはちょっとかわいそうだなと、ババアは思うわけですよ。それはかわいそうじゃないのっていうふうに思うことも多々ある。私の見てきた中でも非常に優秀な、非常に才能豊かな、私なんかよりも本当にもう天才じゃないのっていうような歌い手さんとかアーティストの人たちがもう疲れちゃって、もうやってらんないよって言って、それこそ一回歌やめるわってなっちゃってる方もたくさんいるので、なんかこの大きい、もう本当私の目に見えてるのは大きいもうビルディングを建ててる会社と、その会社の中ですごくそのたくさん何か権力持ってるような風に見える方たちは、あんまりなんかそんな音楽とか普段聞いてなくて、でもなんかもう毎日音楽奏でて、音楽聴きまくって、もう音楽で生きてるみたいな、音楽で命救われてるみたいなアーティストの人は、
なんか疲れちゃってもうそこから一回離れる、そのビジネスから一回離れるみたいな構造を見てると、いやーなんかそのこの構造も多分そのうち壊れていくんだろうなっていう気がしたりして、はい。うちのね父がね本当にもう音楽ビジネスを私なんかよりも何十年も前から携わって、やってきてる、ね、ビジネスマンだったので、うちの父はディレクターサイドなんですけど、その話を聞いているとやっぱり音楽の著作権っていうのはね、非常に最近できたもので、もともとその著作権なんていうものがなかった時代からね、音楽っていうのは存在して、で音楽っていうのはそれが奏でられるっていう場所で、何でしょう、もうその瞬間しか聞けない、その瞬間しか得られなかった輝きなんだけど、その素晴らしさがその聞いた人の魂に乗り移って、その人がまた違うものなんか作ってってみたいなことで、波及と継続と、ずっと続けて、その命みたいなものは続いてきていて、なんかこの今のその著作権ビジネスとか、なんかこのデータとかがねこう残っていくっていう時代以前の音楽もやっぱり素晴らしいもの、もう本当にとんでもないものがいっぱいあるので、なんかこうそういう一元的なもんじゃもともとないよねっていうところからすると、本当に今の過渡期の中で、いろんなアーティストの方がいるんだけど、例えばその再生回数とか、例えば、そもそもそのリリースできてるかどうかっていうのに関わらずね、素晴らしいアーティストとか素晴らしい音楽に、もう命をくっつけるような形で生きてるような人ってたくさんいらっしゃるので、そこで測れるもんじゃ基本ないのよっていうところからのまずスタートですかね。なんとなくね。だからね、生のねライブとか音楽ね、見れる場所がもっと増えるといいなっていうのは正直思うんですけど、はい、今日はね権力者の話をぜひしたいなと思ったので、そんなところからの話でした。はい、ぜひですね、権力者の皆さんはまずね、小学校に通う、いや幼稚園に通うところから人生をやり直してほしいなということを、はい、強く思います。ね、幼稚園ではね、みんなお友達が痛い思いして怪我したらね、みんな痛いの分かるでしょうっていうところから先生が教えてくれるので、はい、そこからまずは、思い出してほしいかなという気がします。はい、というわけで今日はメロンマンさんからいただいた、聞いてよマザーレッカーのメッセージありがとうございます。アラフィフを迎える年になって、ある程度責任を負わなければいけないポジションについてしまいました。中途採用組なので、このまま一般職でのんびり余生をと思っていましたが、世の中そうはいかないようです。承認欲求がそもそも少ないので、プレッシャーでしかありません。昇級昇格に興味ないって珍しいんでしょうか。みんなの意見を聞いてみたい。メロンマンさん、わー、これよくあるあるというか聞く話で、ね、なんか私もみんなの意見聞いてみたいんですけど、アラフィフを迎える、もしくはアラフォーを迎える中で、現場が好きなのに、あれちょっとこれタイムリーじゃないですか今日の話に。現場が好きで現場の仕事最高、情熱持って仕事を続けたい、もう常にこの作る仕事でもうヒリヒリしながら仕事したいって思うタイプの人が、ちょっとこうあなたこう首根っこ引っ張られて吊られちゃって、吊りされちゃって、あなたははい今日からこっちっつってこう会議室に持ってかれちゃって、はい、今日からここで計算機渡してあげるから、はい、数字管理してちょうだいみたいな、あなたは中間管理職みたいにされちゃうと、人によっては非常に苦しかったり、人によってはねちょっと辛いから、もうペターンって潰れちゃったりするみたいなので、ぜひちょっとこうね、メロンマンさんも無理しないでね、お気をつけてほしいなと思うんですけど、ちなみにですね、知ってる人の話で言うと、柳さんはね一回やってアラフォーの時に首根っこ引っ張られてこう管理職にされて、僕病気になっちゃうから辞めますって言って辞めてもらって現場に戻してもらったっていうことがあったと思うので、まあ本当に人それぞれで、本当にそこはちょっと自分にはできないんですっていう場合はできないんですっていうこともありかなというふうに思ってしまいますね。とはいえそうはいかないっていうね事情もきっとあるし、会社によってはもう本当もう無理と言えない状況っていうのもあるのかなと思うんですけど、いやーなんかねそこは本当に皆さん苦労されてるとこかなと、柳さん以外の話もちらほらあちこちで聞くと思います。どうしたらいいんでしょうね、このね、ただ人にはそれぞれやっぱ人生のステージフェーズがあると思うので、
なんかその与えられるそのお題っていうのがきっとなんかね、新たななんか自分がやるべきことの、見つけるためのきっかけにもなっていくと私はちょっと思うところもあるんですよね。なんでもし私もですよ、現場もうあんたいいからちょっとこっち来なさいみたいな、まあ、言われるかわからないですけど、もし言われたとしたらって思いながら、現場はじゃあ趣味で続けます、でもじゃあそっちの言われてやんなさいって言われる方もうんちょっとやってみますっていう時期がもしかしてね来るかもしれないですね。そこをなんかこう固くなに、いや私はもうこれしかやらないんだとか、いやもうできないできない私できないですからって言って門を閉じちゃうのも、私の個人的な印象だとそれももったいないかなっていう気もするので、まあ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 やってみてダメだったら戻らせてもらえないですかねみたいな、それぐらいのね軽い感じじゃいけないかもしれないですけど、表向きは軽くなくしっかり拝命いたしました、はい頑張りますって言っておいて、でも心の中ではどっかで自分に逃げ場を作っとくっていうのもいいかなと思うので、もちろん頑張るんですけど、頑張ってもできないことが出てくるのはアラフィフだと思うので、アラフィフで頑張りすぎると多分ちょっとね生命の危機に関わると思うので、そこはですね、頑張り屋さんのメロンマンさんをはじめとして、頑張りすぎないでいただきたい。表向きの顔と内側と分けれる年になってると思うので、表向きはね頑張りながらね、内向きではあ限界かなと思うところがあるならば頑張りすぎないで、はい、いただきたいかなというふうに思います。もう本当に、もう私もですよ、ちょっとね、頑張りすぎはよろしくないということしか最近思いませんので、ね、権力者以外の人はぜひ頑張らないでいただきたいと。はい、権力者だけ頑張っていただきたいね、時代になってきたかなということを思います。というわけで、今日も皆さん、本当に忙しい中、勇者の実家に帰ってきてくれてありがとうございました。ちょっとね、みんな本当に、大変なこのやること増えてる時期時代かなと思うので、自分に入ってきたこれやんなさい、これやんなさい、もしくはやってください、お願いやってって言われたことのうち3割ぐらいはね捨てちゃいながら、ごめんね無理だよ今って言いながら、生きてってもいいのかななんて、そんなことも思います。ぜひ、楽しくちょっと自分に余白も作りながら、年末まで走り抜けていってほしいなと思います。体に気をつけてください。それではみんな元気にまた行ってらっしゃい。またね、バイバイ。